こんにちは、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。本日は情報解禁日です。はい、ということで、はい、待望ですね。待望ですよ、はい。新作が出るということでお届けいたしたいと思いますけど、今日は何を、はい、情報解禁日でしょうか。こちらのヨネックスの、はい、V コアに追加カラーとして、追加カラー、はい、あ、限定ではないんですね。限定ではない、追加カラーということで、新色が追加になるということでございますので、はい、やっていきます。よろしくお願いします、はいはい、お願いします。では最初にやっていきますけども、はい、V コアといいますと、はい、こちら赤い方持っていいですか。あ、どうぞどうぞ。はい、売れに売れてるヨネックスのスピン系ラケットでございまして、特に黄金、スピン系黄金スペックの100が売れてますよね。さっきのウィンブルドンでも、うん、はい、ベスト4、はい、女子ですね、はい、4人中3人がこのラケットを使ってたと。ちょっとね、男子の活躍がね、V コアに関してはなかったけれども、うん、ね、女性の方ではすごく活躍されてて、はい、日本人男子でも、西岡選手が使ってます。まあ、島袋選手も使ってます、はいはいはい、でこの大人気の、うん、ヨネックスのスピン系ラケットに新色、はいはい、新色が出てきます。新色はこれ何色って言えばいいですか。はい、これがね、まあ、画面上もしかしたらちょっとかなり白に見えるかもしれないんですけど、はいはい、このベージュが多く入っているカラーリングで、はい、まあ、サンドベージュ、サンドベージュ、はいはい、という新色になります。いや、あのベージュって聞いてたんですよ、はい、だから大丈夫とかちょっと思ったんだけど、はい、現物綺麗ですね。そうなんです、はい、だこっちのなんだろうな、若々しさも、うんうん、いやでも綺麗かな、うん、綺麗って言ったらいいのかな、はい、すごく、はい、あの高級感もある感じはしますよね、はい、ちょっとこのベージュがゴールドっぽく見える感じが、ね、そう、ベージュがベー、はい、いいベージュ、なんていいベージュいいベージュ、はい、はいな感じありますよね、うん、いやベージュって言われたらちょっと分かんないな、うん、ベージュとは思えないもんな、うん、で V コアが、まあ、今回、はい、今までのこの赤があって、はい、まあ、今年もやっぱり限定カラー出ないんですかって春先に聞かれたことが結構あったんですよ、はいはいはい、で前回限定カラーって言った時が、うん、黄色ガンメタリックに前作の V コアでしたね、はい、斉藤さんが、うん、足りない、あ、遅いよっておっしゃったんですよね。そんなは、ね、はい、クレームつけてましたよね、はいはい、そうなんです。今回もね、やっぱり春出るんじゃないかと言われてたんですけど、はいはいはい、まあ、春はちょっと出なくて、はい、少しこう時期を遅らせた感じで今回追加からすみませんね、最近ちょっと、うん、まあ、ヨネックスさんで言いますと、はい、E ゾーンが出た時に、はい、アクアナイトブラックっていう追加色出ましたよね、はい、で今回 V コアもサンドビジョン追加色が出てきて、はい、それ以外のブランドでいきますと、うん、多いのはヘッドさん、うん、ブーンにオルタネイトっていう色を追加色で出された、はい、あとね、スピードもレジェンドっていう、レジェンドって追加色が出された、はいはい、で大体追加色っていうと限定でやること多いじゃないですか、うん、まあそうですね、はい、ではなくてちゃんとラインナップであるというのが今のメーカーの流れ、うんうんうん、はい、そうですね、だからこうボンって発売して売れて、うん、まあまあ加工生なるじゃないですか、うんうん、プッシュアップするのに、うん、この現行のデザインではない違うものを出すことによって上げようっていう、うんうん、そうですね、はい、なるほど、だから、うん、販売の方のキャンペーンではなくて、うん、プロダクツの方からこう変わってきてるんでしょうね、うん、はいはいはい、はい、でも、うん、やっぱり、うん、思われた方は、うん、じゃあ追加カラーって言われると、うん、まあ、この赤に対して黒が出るんじゃないかと思ってた方結構いらっしゃると思います、うんうんうん、これ2つ前のモデルについては赤と黒で2色展開で出てて、まあ、E ゾーンも同じように青と追加が黒だったんで、まあ、黒を待たれてた方もいらっしゃるんですけど、結構やっぱこの白っていうのもラケット、まあ、全体としてはすごく人気があるカラーなんです。だから僕はもうこのカラー出していただいてすごくいいと思いましたし、どちらかっていうと、うん、まあ、ウィンブルドンでの活躍はね、うん、女性選手あるんですが、はいはいはい、やっぱり男性の方の方が選ぶ方が多い、うん、まあ、デザイン的にはこう、うん、男性が好む色に近いのかな、そうですね、女性だとちょっと濃いなって思う人もいるのかなっていう気はするので、うん、だその中で、はい、このサンドベージュが出たことで、うんうん、結構女性の方がちょっと使ってみたいな、うん、今までは赤だったからちょっと目立つからなと思ってたのが、買いやすくなった、まあ、その辺はね、マーケットリサーチもされてることだと思うんですけれども、うん、まあ、こっちで来たかっていうのは、まあ、っていうか、うん、ベージュ的な時にえって思ったけど綺麗な色だなってすごく思いますね、うん、で今回のこの追加カラーなんですけど、はい、まあ、100と98っていう、うん、まあ、人気のこのモデルだけではなくて、うんうんうん、V コア全シリーズが出てきます、うん、
はい、7モデル、はい、まあ、一番重たいところ、目の小さいブリコアの95から98、100、98L、100L、ね、そして102とゲームっていうラケットまで全部出てくるということで。なるほど、まあ、あれですもんね、ヨネックスさんはちょっと新作がちょっと出てないっていうのがあるんで、でね、はい、まあ、この辺をしっかり充実させようというところと、うん、これ勝手な想像ですよ、やっぱ100でお作りになられたんじゃないかなと思うんですよ、はいはい、できた時にあ結構いい色だなと、で女性に人気出るんじゃないか、はい、だったらちょっと軽量は作っとこうよと、うんうん、いやでもやっぱり95もあった方がいいんじゃねみたいな、うんうん、あじゃあ全部出しちゃうみたいな、そうですね、勝手な想像するんですけど、ね、そういう可能性もあるんじゃないかな、はい、いうぐらいちょっとね、私は女性とあと割とそうですね、ラグジュアリーなティーンズされる方の男性、うんうんうん、これ持ったらなんか高級感バリバリありますもんね。まあね、この、ラケットも発売は一応8月の後半ということで、うんうん、はい、そうすると、まあ、US オープンの時期にちょうど被ってくるということで、多分選手の仕様も、はい、まあ、その前の、はい、まあ、アメリカのシリーズからも使い始めるんじゃないかな、はいはいはい、今のところはなんか、ね、トミー・ポールが使い出すとか、この辺から、はいはいはい、西岡選手は多分赤のままだと思うんですけど、トミー・ポールね、はい、昔ちょっとウルソだったんでね、っていうのがあって、はいはいはい、まあ、このカラーちょっと気に入っててっていう話なんかもありましたし、あ、そうなんですね、だんだん選手が、ね、使う姿も目にしてくるんじゃないかなっていう気はしますね。なんかね、こうスリムに見えますね、うん、やっぱ色変わると全然変わって見えますよね。そうですね、印象が全然違うけれども、うん、まあ、それもあるんですけど、まずちょっとね、このまずじゃないんですけど、この V コアを今一度ちょっと皆様にご説明を、はいはい、私が申し上げたのは、うん、ヨネックスのスピン系ラケットであるというところなんですけど、はい、なんか特徴的なもの、でもこれスピード、はい、あ、スピンだけではなくて、うん、やっぱりパワーが前作と比べてもかなり上がっていると思うんですよ、うんうん、フレームがすごくしっかりした感が私は持ってますね、はい、うん、いろいろ調べさせてもらったんですけども、うん、前作よりもフレームはしっかりしてるんで推進力高くなっている、うん、ただ回転系を歌ってるだけに、うん、ちょっとここの長さが長くなったりとか、はいはい、あと正面圧が薄くなって、はい、スイング速度が速くなったりとか、うん、あとグロメットですよね、はい、何でしょう、シリコンがコーティングじゃなくて、はい、含有とか混ぜ込んである、はい、だからこう滑るんですよね、そうなんです、滑るからストリングスが動くからスナップバックが生まれるっていう、だからやっぱりスピンではいいんですよね、はい、やっぱりボールを持ち上がってくれるし、まあ、トップのこの最大圧もかなり厚さがあるので、うんうんうん、前もね、この横から見た時ですよね、そうなんです、はい、正面圧が薄くなってるんですもんね、うん、やっぱり E ゾーンにもちょっと近づいたパワーがあるラケットだと思いますから、ね、かつスピンが E ゾーンにかかるぞというところ、はい、うん、やっぱ年齢が重なっていくとどうしてもこう疲労度っていうのはやっぱ違ってくるので、体格が変わってくるとやはりその上でも足の形っていうのは変わってくるので、まあシューズで合わないシューズを履き続けるとどうしてもこう足の負担だったり怪我の原因につながってしまうので、やはり計測はすごい大事かなと思います。ご気軽にご来店いただいて、より計測して自分に合ったものを選んでいただけると嬉しいです。ぜひお待ちしてます。ぜひぜひここは、まあ、多分もしかしたら ね、売れ筋はやっぱり98、100っていうところ、うん、今までは売れてたんですけど、うんうんうん、この新色が出ることで、はい、ちょっと 100L とかが E ゾーンの 100L と比べてこっちを選ぶっていう方が増えてくるんじゃないかなっていうのは、はい、100L まで、はいはいはい、100L がすごく人気が出そうな気がして、そうですね、E ゾーンは絶対100と 100L がバチバチでやり合ってるじゃないですか、うん、V コアの方は100だけがこう歩いてて、はい、続いてくるなら98がいっちゃってるけども、はい、100L が伸びるかもしれない、伸びる可能性がすごくあります。なるほど、はい、まあ、この斉藤さんの読みがね、そう当たるかどうかはあなた次第になるかもしれないですけどなるほどですね、はい、といった感じで、はいはい、でこれはもう今日からご予約受け止まれるということで、はい、発売が8月の8月の一応23の予定にはなってます。後半ですね、お盆明け来てというところですかね、はいはい、ということで、はい、皆さんこう人気のラケットなので、はい、新色、うん、早めにご検討ね、間違いなく売れると思います。あ、本当ですか、はい、そうすると、うん、V コアのランキングがガスタになった時にまたボンと、はい、また一気に上がっちゃうから、ね、年末どうなるかなっていうすごいな、ヨネックスさんはというところではございますが、はい、ということで今日は、はい、情報解禁日です、はいはい、ヨネックスのこちらの V コアの新色のシリーズ、はい、サンドベージュ、サンドベージュですね、はいはい、皆さんぜひご検討ください。斉藤さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。